I have a pen. I have an apple. Ah. Apple pen.お久しぶりでございます。今日はですね、こちら、若鶏のもも肉を使ってですね、チキンロールを作りたいと思います。まずですね、鶏ですね、こちらをですね、開いていきたいと思います。はい、それですね、肉は厚いところはですね、こう観音開きでですね、開いてあります。でここにですね、お好きな具材ですね、まあ、今回はアスパラをですね、2つですね。で、あとは人参ですね。あとは、ね、ごぼうとか、人間ガムとか、そちらでもですね、全然美味しくいただけるかと思います。はい、これですね、ぐる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 りんこしちゃってください。はい、巻いたのはですね、たこ糸でですね、巻いちゃってください。はい、こんな感じですね、たこ糸で丸めちゃってください。じゃあ、こちらはですね、フライパンで焼き目をつけたいと思います。はい、では、フライパンの方温まりましたので焼いていきたいと思います。はい、こんな風にですね、こんがりと焼き目をつけちゃってください。そしたらですね、煮込んでいきたいと思います。はい、そしたらですね、お鍋にですね、この鶏がですね、半分ぐらい浸かるぐらいのですね、お水を入れちゃってください。で、先ほど焼いたですね、この油ですね、鶏の油もですね、一緒に加えるのがポイントになります。はい、生姜ですね。おろし生姜でも全然大丈夫なので、その点はですね、皆さん使いやすい方をお使いください。あと日本酒ですね。日本酒がですね、2秒ですね。で、お砂糖ですね。お砂糖はですね、カレースプーンで1杯半ぐらい入れてください。蜂蜜ですね。蜂蜜は、こちらですね、だいたい一周でよろしいかと思われます。あと味の素ですね、こちらですね、少々入れてください。そしてみりんですね。みりんは、4秒ぐらい入れちゃってください。そしたらですね、こちらで火をかけて、落とし蓋をですね、して、煮てください。で、大体ですね、10分ぐらい煮たらですね、醤油を入れたいと思います。はい、それではですね、約、7分から7、8分経ったんでね、醤油を入れていきたいと思います。もう肉の方がですね、火は通ってありますんでね、あとは醤油を入れてですね、大体ですね、2秒ぐらい入れちゃってください。ここからですね、強火でですね、照りが出るまでですね、煮ていきたいと思います。まあ、そんな時間はかかんないと思うんですけどね、落とし蓋をしてですね、強火で一気に、煮上げてください。はい、こんな感じですね、タレがですね、ドロドロしてきたらですね、完成でございます。非常にですね、うまそうですね。はい、まあ、とりあえずカットするところを見せたいと思います。こんな感じですね、うまそうです。はい、では、ね、チキンロール完成しました。うまそうです。それでは、食べたいと思います。うん、うまっ。うん、
すごいジューシーでうまいですね、最高に美味しいです。うん、うまい、うん、最高、非常にご飯が食べたくなりますね。うん、うん、うまい、最高です。うん、うまい。ぜひ皆さんも、作ってみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。バイバイ。I have a pen. I have an apple. Apple pen.もう完全に閉じてます。もちろん袋は空です。新品です。アポペンでした。